リンクスタート。ミッション開始。ミッションクリアだな。ここの敵を全滅させるぞ。久しぶりだからな。練習相手になってもらうぜ。ここの敵を全滅させるぞ。敵だ。ミッション開始。当てる。ミッションクリアだな。
ミッション開始。ミッション開始。見つけた。敵だ。一見突破だ。貫け。仕留める。ミッションクリアだな。ミッション開始。敵だ。ミッションクリアだな。回復しないと。ここの敵を全滅させるぞ。先へ行こう。殲滅させたな。ナイス。戦果としてはまずまずか。できればもう少し勝っておきたいところなんだけど、そろそろあいつとの約束の時間だからな。この辺りで切り上げるか。とメッセージが来た。誰からだ。お兄ちゃん、今時間ある？ちょっと見せたいものがあるから、いつものログハウスに来てくれないかな。他のみんなにも集合かけてるんだ。よろしくね。まあ困ったな。先約があるんだけど。見せたいものってなんだ。何か企んでるのかな、すぐのやつ。ちょっと気になるな。待たせたかしら、キリト。あ、来たか。時間ぴったりだ。約束通り、アルブヘイムオンラインの世界を案内するよ。ああ、そうだ。その前に、ちょっと寄り道していいか。別に構わないけど、
どこへ？俺の仲間たちに紹介しとこうと思って。ちょうど今集まってるみたいだし。じゃ、行こうか。クイネラ。よし、絶対他のパーティーに勝つよ。オッケー。敵だ。早速モンスター討伐競争って。やれやれ。次だ。これでいける。ナイスサポートだ。敵だ。チャンスがあれば叩き込め。
け行こう。降りるよ。試してみるか。敵だ。こいつを倒せばクリアだ。行くぞ。大技が来るぞ。捕らえろ。よし、みんなさすがだな。敵が倒した。チャンス。
見事ボス撃破。みんなお疲れ様。お疲れ様でした。撃破数トップはクーネラさんですね。私も結構落としたんだけどな。届かなかったか、残念。クイネラさん、ALO は初めてなんでしょ？それであの動きができるのはすごいと思う。大したことないわ。いえいえ、実に大したものでしたよ、お嬢さん。ああ、華麗に敵を蹴散らすその姿はまるで伝説の戦乙女のよう。例えるなら、戦場に咲いた一輪のバラ。あ、もしよろしければフレンド申請などさせていただいても？ちょっとクライン、ナンパはやめなさいよ。クイネラさん困ってるじゃない。ナンパじゃねえよ。俺はただ彼女が少しでも早くこのゲームに馴染めるようにだな。だとしてももう少し自然体で誘えねえのかお前は。それにしてもクイネラさん同じ学校なのよね。驚いたわ。ああ、これも何かの縁だしな。 ALO の魅力をたっぷり紹介してやるぜ。ありがとう。面倒見がいいのね、あなた。まあ、基本的に親切だよね、キリト君は。彼自身にも少し興味が湧いたわ。え？今、なんて？ああ、みんな、そろそろ扉を閉じるよ。ログハウス前に戻ってきましたね。話には聞いてたが、体感してみるとすごいもんだな、ガラクシアってのは。単なる再現映像とは思えないリアリティだったでしょ。まあもちろんいろいろと制限はあるんだけどね。面白い使い方ができそうだから、もっとあれこれ試してみるつもり。なあリーファー。ん？何？俺、実はまだ状況が全然把握できてないんだけど、今の戦闘は一体何だったんだ？いきなりログハウス前に扉が出現して、みんなでそれをくぐったと思ったらエネミーが出てきて、何かのイベントなのか。でも、そんな告知なかったよな。キリト君、ガラクシアって聞いたことない？最近、ザ・シード上のシステムに実装されて、すごい人気を集めてる拡張機能なんだけど。このところはずっと狩りに没頭してたからな。ああ、でもそういえば名前はどこかで見かけたような。 MMO Today の記事だったかな。ゲームにはあんまり関係ないと思って読み飛ばしてたかも。らしいといえばらしいけどね。じゃあ私が説明してあげる。新アドオンガラクシア、その機能は超高精度でお送りする過去のリプレイ。リプレイ？ほら、今までにもアルバム機能が使えるゲームはあったでしょ。プレイ中のワンシーンを撮影して記念写真みたいに眺められるようなの。ガラクシアっていうのはその範囲を体験にまで拡張して、一つのシーンを丸ごと記録再生できる機能なの。視覚情報だけじゃなく VR デバイスで音とか衝撃とか匂いまで再現されるから、もちろん臨場感は抜群。それに加えて最大の特徴はね、再現された過去に介入できること。過去に戻ったつもりで行動すれば、それに応じて状況も変化する。最新のコンピューターでシミュレーションしてるんだって。例えば失敗に終わったクエストを再現して成功に導いたり、その時はそこにいなかった人を参加させたりとかできるようになるんだよ。じゃあさっきの戦闘は、この間狩りの最中、私がモンスターの群れに遭遇した時のもの。ガラクシアに私の戦闘データを記録しておいたから再現してみたんだ。その時はソロだったもんだから一方的にやられちゃってさ、悔しくてどうしてもそのリベンジがしたかったの。さすがにこのメンバーが揃ってると圧勝だったね。へえ、テクノロジーの進歩ってすげえな。
本当にその場にいる気分だったぜ。公式から素材もいろいろ提供されるって話よね。過去の期間限定イベントやクエスト、特殊モンスターとのバトルが再体験できるとか。そうそう。なんだか楽しそうですね。うまくいかなかった過去のイベントも思い通りにやり直したりできるのかな。ちょっと興味湧くな。やってみるつもりならいろいろ教えてあげる。とりあえず今日のデータ送っとくね。気が向いたら触ってみるといいよ。ああ、サンキュー。またやり直したいクエスト思いついたらみんなにも連絡するから、よかったら付き合ってね。どうした、クイネラ。いいえ、何でも。ALO の世界を案内してくれるのだったわね、キリト。行きましょ。ああ、悪い。そうだったな。じゃあみんな、また後で。